いただける方いらっしゃいますかじゃあそちらの方こんばんはよろしくお願いしますえっと私は10年以上在宅介護をしていましたそれでその時に1人だけじゃなく多い時には3人っていうことが同時にあったこともありましたそれで思ったんですが最初はしょうがないと自分のせいだと 思ってたんですがでもなんかおかしくないかと1人ならまだしも2人とか3人っていうのはやっぱり多重介護になるのでそれはやらしてはいけないんじゃないかと人権がなくなるんじゃないかと思ったんですそれからあと学生の人ですね10代とか学校に通いながら介護をするとかあとは 働かないといけないのに、目が離せない介護,介護者がいるときに、どうすればいいのかとか、あと、うつになりそうなときに病院にも行けないとか、そういうので、どう思われますか。 ありがとうございます令和新選組代表山本太郎がマイクを握って大分駅前でマイ、えー、皆さんからのご質問にお答えをする,するということをやっておりますご質問いただいた方ありがとうございますまあ自分の身内の介護ってことですよね在宅でやられているあの結局これどこに行き着くかってったら多分殺しますよ殺します介護殺人だからなくならないんですよっていう話ですよね だって自分の人生諦めなきゃだめじゃないですかだから介護離職するんでしょ結局は何かって言ったら家族で面倒見ろっていう話結局はこれコストカットの話なんですよだからこそ家族は大切にしなきゃいけないみたいな多くの人々が否定しづらいような雰囲気でみんなにそれぞれ自分でやれっていう空気を伝播していってるんですよねもちろん何が何でも自分が見たいんですって人は 見てもいいいんじゃないですかでもそうではなくて物理的に自分がやる以外は誰もやってくれないだろうからとかそういうことで自分の人生を横に置いて介護をし続けるっていうのはこれあまりにもありえない話だとでお話の中にもありましたおそらくヤングケアラーって言われる人たちの話ですかね、まあ、学校に行きながら、まあ、中学生高校生とかそういう子たちがですね 介護もやりながらとか時にはみんなの食事を作ったりとかいろんな家の仕事学校どころじゃない大きな一番自分の大きな仕事は家での仕事だっていうような状態に置かれているようなそんな話ですよねであの私の直接お話を聞いた方でもともと百貨店勤務の人がいた百貨店勤務 そそこそこいい給料で、ね、安定した人生だったけれども親の面倒を見ることになって最終的にはそれ辞めなくちゃいけなくなった離職することになった離職して結局お金を減らしながら親の、ね、年金とかいろんなもので食べながら自分の財産減らしながらで最終的には親が亡くなってお墓買ってそれで一文なしになって結果どうなったかっつったら路上に出ることになったホームレス状態になっちゃった。 むちゃくちゃゃくですよそんなの誰が面倒を見るのかって国が面倒を見るんですよそれが控除っていうんですよそれ国が面倒を見るんですよそれが控除っていうんですよそれを嫁が見ろとか家で見ろとかそういうすり込み道徳的な間違った道,的道徳的なつ誰かにとって都合のいい道徳を押し付けてそれを公で面倒を見るっていうことを回避し続けるなんてありえないですよだって憲法違反じゃないですか。 13条でるなぜならば、日本国憲法には何と書かれているかということを見れば、個人として尊重されるんでしょ、個人として尊重されるならば、身内の介護を、身内の介護をその家族で見なきゃいけないということ自体がおかしいんですよ、それぞれなんですよ、それぞれ、親が介護が必要なのであるならば、行政がそのサービスをしなきゃいけない。 行政に頼ったってお金がないんだからそんなね手厚くできないじゃないかって言ったら国がさっさと金出すんですよ国はお金を作れるんだから財源のせいになんか絶対にしちゃいけない話なんですね財源を入り口にすべてのことがもう諦めなきゃいけない状態にされちゃいますよ財源を入り口にされちゃったらあなたの命の期限まで決められますよ生活保護でもこういう話がありましたある人人気芸人が ある人気ある芸人さんのお母様が生活保護を受給されていた何の問題があるんですか息子が儲けてる一方で親は生活保護を受けているこれ何の違法性があります全く違法性ないですよだって家族の関係性なんて誰にもわからないでしょ家族,を家族は仲良くあるべきだなんて誰が決めたんですかそんな地獄どうして落ちけ押し付けるんですかありえないことですよ 親との折り合いが悪い、兄弟との折り合いが悪い、いろんな人たちいるわけですよ。そんな中でも、実家から出れないって言ったら、これ、ずっと監獄の中にいるのと一緒ですよ。個人として尊重されるんでしょ親が生活保護を受けなきゃいけない状況の時に、親子関係が悪い中で、子供が儲けてるからって、どうして面倒見なきゃいけないのそんなバカな話ない親は親として、個人として尊重され。 困ったときには行政に助けてもらう当たり前の立てつけですよ、何の違法性もないことに対して、これ、全国的にバッシングしましたよね、テレビも、新聞も、政治も、政治から火つけたんですよ、片山さつきさん、世耕さん、生活保護バッシング、ろくでもないって、不正受給だらけだみたいな。 不正受給って全体の何パー、1.8パー、99%、ほぼこれ、適正に受給されてて、その時給が受けられなければ命を落としてしまう人たちまでいるのに、全体が不正受給っていうようなキャンペーンまで張り出したわけですよね、結局は。むちゃくちゃですよ。生活保護においても、介護においても、何においても、この国においては、個人として尊重される。 家族の面倒は家族が見なきゃいけない冗談じゃない見れないときには行政が見なきゃいけないんですよ自分の人生を横に置いてまで犠牲にならなきゃいけないような政治これを放置し続けてる政治があまりにも間違っているお金をつけるとこにつけなきゃいけないし当たり前のことですよねそれは違うだろうって思われる方にももしもいらっしゃったらご発言いただいても結構なんですけど私はこういう考え方なんですだからここそ例えばですけれどもこの 介護,介護職、他にも保育職、そういう職業の方々に対してはしっかりし、しっかりとした処遇と、そしてしっかりとした身分を持っていただきたい、だから、そういった仕事に関しては、私は公務員化する必要があると思ってます、これ、すごく必要じゃないですか、地方都市において雇用の受け皿、多くないですよね。 そういった意味でも私は広げていくべきだというふうに思いますちなみになんですけれどもすごく必要じゃないですか地方都市において雇用の受け皿多くないですよねそういった意味でも私は広げていくべきだというふうに思いますちなみになんですけれども自民党自民党は2012年に憲法を公開 ってていう内容を出してますはっきり言いますね、クズみたいな内容なんですよ、憲法の内容全く分かってない、憲法って誰を縛るかって言ったら、権力者縛るんですね、法律は皆さん縛ってますよね、でこの国の最高法規である憲法は、権力者を縛ってるんですけれども、彼らが作っている憲法は、この国に生きる人々を縛るための憲法を作っちゃったってことなんですね、だからごめんなさい、言葉悪いけど、クズみたいってことを言っちゃった。 で話戻ると、自民党改憲案の24条の中には、こういう条文がある、新設されたものですね、家族は社会の自然かつ基礎的な単位として尊重される、家族は互いに助け合わなければならない、はっきり言いますよ、余計なお世話だって、余計なお世話ですよ、個人単位でみんなバラバラじゃないですか、どうして一つの自分たちのモデル、家族像みたいなものを作ろうとするんですか。 どうしてそこに押し込めようとすするんですかおかおしいうことを言ってるかっつったらやはり私は自民党がこういうものを作ってるっていうのはより自助共助っていう部分をいかに広げるかっていうことを憲法の中にも入れてきてるってことです要は国が責任を持たない個人として尊重されるということならば介護においてもその他の分野においても 行政が国が責任を持つような政治を本来は目指さなければならないんだけれども。